はい、渡辺橋です。今回、アサルトライフルって新武器の、全然使ってない、名前、五式自動小銃だったかな、あれ使っていくんでね、セミオートの、これね、今回、渡辺のこの威嚇行為に、伝説のユナイテッド2のクラスで頑張ってみたいと思います。ちょっとミュートなってなかったから、これね、これ2種類も持ってるんですよ。難しいけど、これ、強い。みたいで、ね、いいっしょ、これ。右から来る、これ。よし、ビー取った。よし、いいね。おしよしよし、幸先よろしいよ、これ。行ってみますか、これ。よしよしよし。もう一人ちょっと入ってほしい、これ。あ、一人入ってないか。あ、ダメか。スナイパーいるのか。ベーカー。よしよし、危ない。B 取られちゃった。早くも左から来るか。よし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 、まずまずだ。ああ、相打ちや。こんなんやろ、やるわ、これ。 B がめっちゃ動くな、今回。右に。よしよしよし。あ、リロード。おう、弾がないか。レロでとこ9キル。ああ、ほら、スナイパーライフルが多いのか。あんま強くないけどね、敵さん。勝っちゃえるんだけど。今のうちに C を奪い返しますか。C 取ったら A。 よしよし、じゃああんま強くねえんだけどな。むずく、やらか、やりくすわ、これ。焼夷弾。焼夷弾中か。この辺。15キル。よっしゃ。これに。バンバンキルが決まってる、これ。来いよ。
あ、いいね、キルス。あとは小割りですわ、これ。あ、弾がねえな。守ってますよ、これ。お、30、まだか。弾がない。めっちゃいっぱいいるわ。あ、弾がないな。27、合うんじゃない。これ名前五色自動小銃だったかな。全然使わないから名前も分からないですよ、これ。こう頑張るぞ、おい。おう、よし、チャーリー行こう。よっしゃ、空挺部隊オンライン。スナイパーライフル死んだな、これ。60いくだろ、これ。ビートった。あら、40いった。行った。接戦だよ、しかし、これ。よし、おう、あて、あ、旗出し終わりた。終わりや。全取りかましてんの、これ。ベーカー、しかし忙しいね、これ。ベーカー、ダメだ。弾が少ないよね、これ。48キロ。空挺部隊。あ、空挺まだ敵味方出してんの、これ。いるな。あ、中にいる。これ強いね、これ。空挺部隊。まだ、まだか。空挺部隊。よっしゃ。よしよし、53キロ。お、リロードは早いから、まだ。ベーカー、また敵さん、なかなか。中にいるかな、これ。なんだ、キルができないな。
これスナイパーライフルやからな、あんま面白くねえなこれ。リロードがあれだな、弾数少ねえなこれ。あともうちょいで60なんだけど。ダメだな、60いかねえのかこれ。よしよし、ああ使わけばよかったこれ。60いった。よしよし、なんか弾数がねえからよ。あれ、よしよし、62、この子キリすればいいよこれ。 OKOK、 終わり。はい、今回の成績はね、62キル35です。ダッシュ9、防衛25、スコア7425でした。プラス27ですね。思ってるキルできたな、うまコークスクリュー、面白かった。はい、お、クイックドロー2グリップ。はい、プレミアさんありがとうございました。あ、これまだか、ライフル熱ドミネーションで60キロでレアドロップです。ドミネーションで8ポイントをダッシュするでレアドロップです。あと9キロでしたねこれ。こういう感じで これ残ってるんで、アクティブブーストプラス 25%、 兵士 XP とプラス 25%、 武器 XP 残ってるからね。スコアストリークね、焼夷弾爆撃、空挺部隊、絨毯爆撃でやってみました。これね、五式自動小銃合ってるね、さっきもそう言ったと思うんだけど、今回の試合でクイックドロー、グリップ、リフレックスサイトに大口径解除しましたね。迷彩が1回ヘッドショットやって、レティクルーがまた9キルでこのレンズ出てくるっすね、解除。これは使わなかったけどまた使うんでね、どうせ。これいいね、威嚇行為エピック、五式自動小銃ね。五式自動小銃、これセミオートなんだけど、五式自動小銃はクラス内でも上位の安定感と二撃必殺の威力があるが、連射速度は最も遅い。あ、2発キルなんだね、強いんだ。これ五式自動小銃ね、これもこれもらうんですよ、時計仕掛けってやつ。これ使っていくからねこれね。はい、今回渡辺前のこの威嚇行為エピック五式自動小銃のクラスでシップメント194のドミネーションをプレイしてみました。あとよろしければチャンネル登録のもぜひともよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。